どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのエレンという漫画を描いております。今日は原作版の方の話なんですけど、朝日新聞さんの、新聞の日っていう企画がございまして、そこでブレイクスルーカンパニー GO さん立案のもと、メガネのジンズさん、これもジンズなんですけど、ジンズの、プロダクトをモチーフに新聞広告を作りました。で、内容は左利きのエレンの主人公朝倉光一の、朝倉チーム VS クリエイティブカンパニー GO さん、ジンズの新聞広告を作るぞという物語でした。 GO さんが考えてくださったその企画が面白くて、まず前編を、普通に無料公開、インターネットで無料公開してやったんですけど、その後に、解決編の後編をなんとその朝日新聞の紙面でやるっていう企画でした。なので、ストーリーと連動して朝倉光一たちが広告、新聞広告を作るっていう話なんですけど、それ自体が新聞広告になってるっていう、そういう結構企画から面白い内容でした。で、それがなんと今回、新聞広告賞という栄えある広告賞を受賞いたしました。そんで、僕は、漫画描いただけなんですけど、その、ゴーさんの企画と、そのジンズさんの男気ですよね。そのジンズがそのクライアントとして、その新しいチャレンジをしてくださったっていう。そして、何より、その、朝日新聞というメディアを使わせて、最大限、楽しませていただいたという、もうみんなハッピーな、素晴らしい企画でした。で、それが、嬉しいことに、その、新聞広告賞を受賞いたしましたので、今日は、ここ東京帝国ホテル、素敵な一流ホテルですね、こんな場所でお呼ばれいたしまして、授賞式に、出席してきます。繰り返しになりますが、僕は漫画描いただけなんで、目黒広告社の、代役として僕が今日ここに来て、光一の代わりに何らかの、何かもらえるのか、何かもらうのを見てるのか分かりませんけども、見に来ました。なのでちょっと中をね、その動画映ってるかはちょっと分かんないで来ちゃったんですけど、撮れる範囲で撮って、皆さんにもその喜びの共有という形で、お伝えできればなと思っておりますので、最後までご覧ください。よろしくお願いします。はい、帝国ホテルナウです。すごいですね、帝国空間が。ちょっとなんかリアクションしてよ。僕って撮らないといけないですね。カメラマンと静かにしないといけないと思ってました。今カメラ撮ってくれてるのは、同じ賞を受賞した、この YouTube チャンネルでも出てもらったことがある、デザイナーの隼人くんが、撮ってくれてます。よろしくお願いします。はい、同じ賞を受賞しました、すごいね。本当に奇遇ですよね。何の示しも合わせないまま。なんかあんま大した賞じゃないんじゃないかな。大した賞です。みんな撮ってんのかい。そんだけね、優秀な後輩が、ありがとうございます。第63回、新聞広告の日。歴史ある賞ですね。クジャクの間、クジャクの間に行きましょうか。やっぱクジャクの間なんだね。はい、どういうつなぎ方をしようとしたんですか。とりあえずさっきね、一通り見てきたんだけど、一個だけ全員黒いスーツ。そうです。大丈夫かな。残念ながら最初ね、パーカーで来そうになってるけど、さすがにパーカーは違うんだよなと思ったら、ギリギリですね、だったんじゃないかな。確かにおしゃれではあります。はい、じゃあ行ってみよう。違う、大丈夫です。大丈夫、はい、そのまま切ろうと思ってました。こんな初めてじゃないですか。そうですね。漫画家カッピーって。めっちゃ伊藤で探しちゃったの。すいません。いえ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 、すごい。たくさんいろんな賞が。お、すごい。君の名はからのででーん。すごいですね、ありがたいですね。これこんな感じでね、
ちょうど去年の10月20日に新聞広告として朝日新聞に掲載された左利きのエレン特別編です。すごい、このこんなね俺の絵が朝日新聞に、いやーちょっと嬉しいですね。これはいやー嬉しい。新聞広告賞の、おすげえ、やっぱ最初はフェイトですよね。最初はフェイト、これもねツイッターで話題になってましたよね。で君の名は、これあれだよね、あの裏表でスカスと2人が出会うっていうすごいエモーショナルな企画。お、そして我らがエレン新聞広告賞、いやーすごい。まずこの見開きの、漫画掲載があって、そこで出たこの朝倉チームのアイデアが実際にこう広告として掲示されたという、いいなー、これすごいね、近づくと読めなくなる。はじめに朝日新聞東京本社メディアビジネス局の新聞広告の日プロジェクト、朝日新聞社左利きのエレン、パワードバイジーンズです。昨年10月20日の新聞広告の日に合わせ、広告業界を舞台にクリエイターの葛藤を描く漫画左利きのエレンのスピンオフ企画を新聞広告で展開しました。漫画に登場する競合コンペの結果は読者投票で決め、実際に紙面で掲載するという読者参加型の企画で大きな話題となりました。あのこの企画骨子の登場人物になりますが、あのハッピーさんが作られている漫画左利きのエレンというのは、広告業界を舞台にしたクリエイターの葛藤を描いた人気漫画になってまして、昨年あのテレビドラマだったりとか、集英社のジャンププラスでも連載しております。この漫画があの SNS で非常に話題になってまして、この漫画とコラボして実在する広告主の人物様の田中社長様に、あの競合コンペの ODM を広告会社2社にしていただくと。で、あの漫画の主人公のですね、広告会社メールの広告者と、あと今回の企画全体を実際にプレゼンしていただいた郷さんと2社であの共謀するというストーリーにしております。次お願いします。で、展開案になります。で、カッピーさんにですね、今回の実際の広告主人事様からあのオリエンス、まあ、企画検討するといったストーリーをですね、一連のプロセスをあの掲載しました。で、新聞 の, あの10月20日に掲載された新聞です。この内容は広告主からオリエンを受けた2社の広告会社が新聞広告の特性を踏まえながらあの企画案を考える過程を描いています。まあ、30段の開きに漫画というインパクトのある展開で注目を集めまして、 SNS ブログとの連動を告知して読者を募りました。続いてあの11月20日にあの SNS で読者投票に勝利しました目黒広告社のクリエイティブ案を掲載いたしました。じゃあ、あの近視の人には見えやすいトリックワークを使ってまして、近視のない未来を諦めないという人事様の企業メッセージを掲載しまして、バイオレットクラスの訴求につなげました。で、実際に読者からの新聞広告への反応ということで、ツイッター上の投稿であの例えばあの広告を見たくて新聞が買われるとかですね、メルカリで売却されるとか、そういったような反応も見られました。あのいろいろなメディアからも取材ご評価をいただきました。あの さまざまな媒体から取材をいただいて掲載をいただいたり、あと広告業界や企業の宣伝担当者様、興味ある学生者さん、学生様 の, あの読者に持つあのクリエイティブ専門誌ブレーンですね、あのブレーン読者が選ぶ広告グランプリ2019のベストタイトルのランキング選出されるのを、あの業界でも評価いただいたのかなと思っています。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。どう、あのおめでとうございます。カピさんもおめでとうございます。いえ、あの一緒に受賞した、別の企画だけど、ハヤトくん、ハヤトです。おめでとうございます。ありがとうございます。お、いいジャケット着てるね。はい、あのカッピーさんにね、あの広告賞用にね、あの見繕っていただいた
そう、ジャケットですね。これちょっと映ってるかな、この綺麗さ。ロングコートですね。そうですね。ありがとうございます。ロングコートかどうかは映ってないです。映ってないですね。そう、まあそう、その後輩にスーツを買ってあげるぐらいちゃんとしたショーっていうね。はい。日本の、新聞全国の新聞広告から選ばれた賞ってことで、いやそうだよね。だから他の受賞作品とかさ、はい、みんな知ってたもんね。そうですよね。ツイッターで話題になったりとか。そうそう、あんまり新聞そんな熱心に読まないけど、うん、それでも知ってるぐらいだから、ね、すごい話題になった、うん、君の名はのやつとか。そうですね。いやそんな中僕らも同じ賞にね。そうだね、よかったね、はい、本当に。じゃあすごいレアな経験、たまたま後輩と一緒に。嬉しいですね。嬉しいね、はい、一人だったらね、俺多分ね、動画撮ってないと思う。勉強になりましたね。作品はもうほぼ知ってるやつばっかあったので、うん、でも本当なんかあれ、広告賞あるあるだけど、広告賞のあの空間に行くことが一番刺激になる。そうですね。あ、次も頑張ろうみたいな、はい、まあ俺広告クリエイターじゃないけど元広告クリエイターとして、うん、元広告クリエイターとしてはやっぱあの空間に、あ、現役時代行きたかったなっていうのと、うん、まあまあいろいろあった末に来れた喜び、うん、はい、まあいい日ですね、そうですね、今日はね、おめでとう。そうだね、エレン関係でいろいろもうやってくれてるから、はい、まあチームサウスポーが2勝したということで、はい、今回もう世の広告そんな目にしてますね。もう今年はチームサウスポーだったな、新聞広告はな、はい、っていうことを、遺言に遺言になっちゃう。まあこれぐらいなんかその世の中に新しいと思われるプロジェクトを左引きのエレンでやっていけたらなと思ってるんで、ね、来年2021年、うん、ちょっとなんかやりましょう、またね、はいはい、よろしくお願いします。はい、ってな感じで終わりますので、はいはい、この動画がいいと思った人はみたいなくらいはないんですか。お、この動画がいいと思った人はいいねボタン、グッドボタンを、はい、よろしくお願いします。で、チャンネル登録もよかったら、お願いします、はいはい、じゃあ、はい、またよろしくお願いします。